つの間にかオイラたちの錬金術の腕もかなり鍛えられてたみたいだな。うん、アルベド先生は特級試験に合格できた人には他の人を指導する資格を与えようって考えてるよ。うわー、じゃあオイラたちとうとう錬金術の先生になれるのか。合格できたら塾の開業についても考えないとだな。学費はいくらにしたらいいんだ。宿題は錬金術で美味しい食べ物を作ってもらおうぜ。それで作ってきた食べ物は全部オイラに提出してもらうんだ。うん、あなたならきっと今まで通り順調にクリアできるって信じてる。こっちはいつでも始められるよ。応援してるね。
難しすぎるだよ。気にしないで、特級試験なんだから1回でクリアするのは難しいよ。じゃあまた後で来るね。クリアできるまで頑張ろう。Thank you.
こんな短い期間で売り上げをここまで伸ばしてくれるなんて、もしかしてかわいこちゃんって商売の天才なの？相変わらず謙虚な子ね。こんなに素晴らしい成果を出したんだから、もっと誇っていいと思うわよ。もしあなたが助手としてそばにいてくれたなら、私の休暇も2倍になったでしょうに。さあ、売上データはすでに十分集まったわ。お疲れ様。もちろん、もし引き続きお店を手伝ってくれるのなら、お姉さんはとっても嬉しいけど、これでジンにも報告できるわね。旅人パイモン、久しぶりだな。ジン団長、来てくれたのね。ちょうど可愛い子ちゃんとの仕事の引き継ぎが終わって、騎士団に戻ろうとしていたところよ。ああ、他の騎士から大体の状況は聞いている。今回も旅人に手伝ってもらうことになるとは思わなかった。あら、こういう大切な仕事で成果を出すには賢くて有能な協力者が不可欠なのよ。だって私だけだったらここまで効率よくこなせなかったもの。確かに君たちの実績は驚くべきものだった。他の用事を済ませてから様子を見に来ようと思っていたが、なかなか時間が取れなくてな。せめて面と向かって礼を言いたかったんだ。ああ、君たちのような優秀な仲間がいてくれて本当に安心だ。この件が一段落したらちゃんとお休みをくれるかしら。最近少し抜け毛が多い気がするわ。もちろんだ。連日苦労をかけるな。君が毎日図書館に入り浸っているのを見て、ずっとそればかりだと退屈するのではないかと思った。それで
君の才能をより発揮できるような仕事を手配したのだが、一気に負担をかけすぎてしまったか。まあそんなことないわ。騎士団のみんなのサポートもあるし、頼もしい旅人もお仕事を手伝ってくれたもの。たまには本業に戻って研究をするのもなかなか面白いわね。そうか、そう思ってくれているならよかった。旅人、改めて感謝する。この報酬を受け取ってくれ。そうそう、お姉さんもあなたのために記念品を作ったの。気に入ってくれると嬉しいわ。